いうのを、実践してます。で、今年は、まあ、田畑の実現とあと、まあ、情報発信ということをテーマにして、やってきました。炭素循環農法、まあ、略して単純農法というんですけれども、この考えに沿って田畑の整備をすると、非常に環境にいいということに、気がつきまして、でちょっと今日はそのお話をしたいと思います。でそもそも、単純農法って何っていうのがまず、知らない人が何人かいると思います。でまずそこの説明をしたいと思うんですけれども、まあ一言で言い表すと、ここに書いてある命が命を生かす仕組みの応用という、まあ余計に分からなくなるという感じもするんですけど、今ここ後ろの写真ですね、森の写真があるんですけれども、森の土 1g の中に果たしてどれぐらいの生き物がいると思いますか。はい、1グラムの中1グラム300種類多くと何匹ぐらい、あ、何匹か、何匹ぐらい、300匹ぐらい、300匹ぐらい、はい、まあでも大体それぐらいに近いので大体、まあ1000はないかな、それ近いものかなと思います。それぐらい、何百ぐらい。正解はですね、あの小さい微生物とかもたくさんいるんで、森の土、まあ、生きている森の土 1g の中に、約10億から40億いると言われています。で、自然の森というのは誰も管理してないと思いますよね。管理してません。例えば富士の樹海っていう、こう広い森があると思うんですけれども、そこを例えば肥料をまいたりとか農薬まいたりとかっていうのは見たことないですよね。つまり森っていうのは勝手に育っているということがわかると思います。つまり、太陽、日光の光と、雨、水と、あと土の中の、まあ、微生物、動物たち、生き物たちがこの森、木々を育てているということが、最近分かってきています。で、その生き物たちがどういう働きをするかというと、まあ、枯れた木、落ち葉などが土の中に入りまして、それを分解して、まあ、養分にすると。でその養分を、木の方に渡すという菌が結構います。つまり微生物と木が共生関係を結ぶんですね。で、逆に木の方は何をしてくれるかっていうと、太陽で、太陽の光で作られた、光合成で作られた、炭素成分、まあ、炭水化物ですね、炭水化物を木の根っこからその土の中の微生物に渡してあげると、まあ、そういう共生関係を、作っているので、森の木々というのは特に誰も管理をせず、つまり人間の手を入れずに、森というのは存在しているということになります。で、これも仕組みを応用し、畑で応用しようというのが単純の方です。つまり土の中の微生物を、増やして、その土の中でにある養分を、野菜に渡してあげて、逆に、まあ、植物の方からは、まあ、光合成のでできたものを渡してあげるというような、流れを作るというのがこの単純農法の肝になります。で、土の中の生き物を増やすにはどうしたらいいかということなんですけれども、大体呼吸をして生活している、まあ、普通の動物と考えていいんですけれども、で土の中もですね、一応空気があります。だけど、なんていうんですかね、雨が降ると、その水が溜まったりするとですね、微生物たちもやっぱり溺れてしまうんですね。なので、ここの写真にある通り、これパワーショベル、ユンボとかってよく言うんですけど、で、その畑のこう周りを水を切って、水を掘って、
そこにこう水が落ちるようにして、畑が乾くようにすると。で、左の方の写真、これ、私がちょっとお世話している家庭菜園の方なんですけど、これ私あのスコップで掘ってというふうにやって、ここにこう野菜を植えてというようなことをしてました。で、掘るのは掘るんですけど、掘ったらですね、雨が降るとやっぱり土が流れてくるんで埋まっちゃうんですね。で、埋まっちゃうとせっかく掘ったの、もったいないので、どうするかというと、木のチップですとか竹を砕いたチップ、あるいは、もみ殻、もみ殻ってわかりますかね、あのお米の皮、皮というか、はい、そういう、まあ、要はいらないものを、その溝にぎゅうぎゅうに詰めてあげると。そうすると埋まらないし、水もその掘ったところに落ちてくれるので、土の中に空気が入って微生物が育つと。で、さらに、ここに、まあ、あるようなもみ殻ですとか木のチップ、竹のチップなどは、その土の中の微生物の餌になったりとか住処になったりするんですね。で、そういう効果もあって、ものすごい、なんていうんですかね、この、まあ、炭素資材と言ってるんですけど、炭素資材を溝に詰めることによって微生物がたくさん増えるということになります。で、まあ、それがどういうことかというと、まあ、畑のですね、まあ、野菜を植えるところの横をこう溝を掘りますと。で、そこに、炭素資材を詰めます。で、そうすると、まあ、下の方は当然空気が少ないので、空気が少ないところにはそれはそれで菌が増えます。例えば、乳酸菌なんていうのはこの空気が少ないところで増える微生物ですね。で、上の方は空気が多いところに、住む菌が多分増えてるでしょうと。例えばあのキノコなんかがまずそうですよね。空気が必要なものです。で、この間の土の下のところにも何か菌がどうやら増えていると、まあ、これがこの野菜と共生をして、こっちで分解されたものをこう吸い取って、植物にあげる。逆に植物からは、光合成で炭水化物をもらうというような共生関係ができているんじゃないかなというのが、今のところ分かってきている。で、そうするとこうやってドーンと野菜が大きくなるんです。実際に見てもらうと、これ、普通の品種のサニーレタスなんですけど、通常、まあ、スーパーで売ってるのってこんなでかくはならないですよね。それがこんなでっかくなっちゃう。で、あと、稲、田んぼもですね、水の中にたくさん空気が含まれるようになれば、微生物が活発に育ちますので、とてもこれ、1本苗を植えたのがこれだけ分割して分かれて、米ができている状態なんですけど、この農法、この命が命を生かす仕組みっていうのを応用すると、これだけ元気に野菜、お米などが育つということになります。で、まあ、ここまでが単純農法の概略なんですけど、じゃあなんでそれが、環境活動になるのか、環境にいいのかという話になると、今まで見ていただいた通り、まあ、使ってるものといえば土を掘って、何か木のチップとかもみ殻を詰めるとか、それくらいしかやってないですね。すなわち、肥料ですとか農薬を使ってないという形になります。で、肥料などはですね、撒いた分の約 10% ぐらいしか植物に吸収されないと言われてます。で、残りは、地下水を通じて川とか海に流れていって、ちょっと汚してし、川や海を汚してしまうということがあります。なので、無肥料無農薬のこの農法であれば、
環境に非常に優しい農法であるということが言えると思います。で、今年私がどんなことをしてたかということなんですけど、まあ、4年目の家庭菜園の改造をしたりとかですね、今年は、田んぼを借りてお米作りにちょっと挑戦してみました。はい。であとはですね、ビニールハウス、骨組みだけのハウスがあったんでちょっと貸してくれということで、で、ビニールを張ってその中にまあ野菜を育てたりとかしてました。であとは各地に日本各地に同じような考えを持った自転車の皆さんがいるので、その交流会とかに参加してました。であとは、農家さんがいろんなところで、まあ、この農法で作られた野菜を売るということで、そのお手伝いですね、朝市とか、やってますので、そのお手伝いなどもしてました。あとは、私のまあ家庭菜園の様子をこうホームページとか YouTube とかで発信するというような活動をしてました。はい。でということで、ちょっと今年はですね、いろんなことをに挑戦しすぎたということもありまして、例えば田んぼのお米ですとかビニールハウスの野菜とか、あと家庭菜園とか、ちょっと場所が離れているところだったので、まあ言ってみればちょっと中途半端な状態になってしまったので、まあ来年に関してはもう少し、集中してもうちょっとやることを狭めて活動していきたいなと思っています。ということで、ご清聴ありがとうございました。以上です。はい。では何か質問事項などございましたら。なんかあれば。すいません、今日サンプルで野菜を持ってきたかったですか。はい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 。年間どのくらい投入してるんですか。ですね。一回テレビで、あとは循環でまかなるのか、それとも毎年投入する必要なのか。そこはですね、ちょっと今、実験段階ではあるんですけど、こう詰めて、つまりこれが減ってってその分足すかっていうことですよね。でそれはここに詰めるものって、例えば竹だとすれば丸のままの砕いてない竹を入れたりっていうのもありなんですね。あるいは木も切っただけの枝、チップ化してないものを入れるっていうのもありなんですけど、これがどれだけ消費されるかはちょっとまだ未知数なところがあります。ただやっぱり足す必要はあると考えています。で、まあ、この辺のもみ殻チップ、竹チップなので、まあ、要はこれもはっきり言ってゴミみたいないらないものばかりなので、毎年、この処理に困ってるっていう状況なので、資材としてはいくらでも入れられるという状況だと思います。で、良いですか？そんな感じで。はい。いわゆる肥料と何が違うのか。肥料、そうですね。まあ、言葉の定義なんですけど、肥料というのは植物に直接作用させると考えてもらえばいいと思います。で、これらのもみ殻とかチップとかっていうのは、これに例えば木の根っこがまとわりついてチューチュー吸うかっていうと、それはないですよね。つまり一回微生物が分解して、その分解したものを野菜が、植物が利用する。という解釈というか言葉の定義をしてます。まあ肥料と言われてみれば確かに肥料かもしれない。植物に直接作用するかそうでないかの違いと思ってもらえればいいと思います。で、堆肥なんていうのは一回その熟成させて発酵させてると思うんですけど、
これはそのまま入れます。砕いたら砕いてそのままもみ殻も、お米ともみ殻に分けたらそのもみ殻をそのままドーンと入れちゃいます。何の手間もかけずに入れられるというのが堆肥との違いだと思います。はい、他にはもし肥料とか農薬で傷んでいたらまず回復させるところから始めます。循環っていう話だと、はい、そのサイクルはどういうぐらい、自然界だと50年ぐらいで1回じゃないですか。そう、芽が出て大きな木になってそれが朽ちて、はい、そこがその木が腐って、はい、バラ受けて微生物で分解されてっていうと大体50年から100年ぐらいの間で、はい、こう一周回るんだけど、はい、これは要は強制的にそのもみ殻とか竹の細かい、はい、こう削ったやつとかを入れて、はい、それを微生物分解させるっていうのを毎年やるってことでしょう。そうですね。ということはうちの1年経ったら、はい、1年前と同じ状態に戻せるっていうことだね。連作っていうの、同じ食作物を同じ畑で2年連続で作れないものとかあるじゃない。ああ、それは大丈夫です。それもないってことだね。ないです。毎年作れるってこと、はい、連作障害って肥料、化学肥料とかを使うと出るらしいです。うん、出る、はい、で肥料使わないんで連作障害も出ないですね。うん、要はリンだけ使われちゃうとかってなるから、はい、翌年そのリンを吸収する植物は育たなくなっちゃうとかってはい、あるんだけど、はい、これだったらそれもないってことですね。そうですね。人間がバランスを取るのではなくて微生物に野菜を育ててもらうということなので、だから人間が育てるのはこの土の中の土を育てる。そうです。ということですね。はい、イメージとして分かりました。はい、では以上で報告を終わらせていただきます。ありがとうございます。